麺屋花火の台湾混ぜそば発祥店とされる麺屋花火高畑本店台湾混ぜそばとは愛知県名古屋市を発祥とするラーメンの一種である名古屋飯の一種とされる台湾ミンチを極太麺に乗せた汁なし麺の一種である具材は台湾ミンチ生の刻んだニラネギ魚粉卵黄おろしニンニクなどでありそれらをよくかき混ぜて食べるまたおい飯と呼ばれる 麺を食べきった後に丼に残る台湾ミンチやタレに白飯を投入するサービスもある。発祥の店では、茹で上がった麺をザルの中で棒でこすり傷つけて麺にのりを出し、味わいをまろやかに、タレとも絡みやすくしている。麺屋花火高畑本店の12008年に愛知県名古屋市中川区に本店を持つ麺屋花火、高畑本店にて発祥した。同店の主人が、 名古屋市発祥の名物料理、台湾ラーメンを作ろうと思い、具材の台湾ミンチを作るも当時のスープに合わず、断念。作ったミンチを捨てようとしたところ、当時勤務していたアルバイトの一人に、茹で上げた麺にかけてみたらどうでしょう。と言われたのが始まりとされる。それをきっかけに研究し、何度もの試行錯誤を繰り返して、現在の台湾混ぜそばが完成した。現在では、 台湾ラーメンと同様に名古屋飯の一種となり、東海圏のみならず、近畿圏、関東圏でも様々な店が各店の特徴を加えながら提供している。2013年の名古屋飯総選挙では準グランプリを受賞し、当時の名古屋市長である河村隆史から表彰された。日清食品冷凍より冷凍食品として商品化された。ありがとうございます。